今回は100個のおしぼりを使って、全部をこう敷いてみてね、うん、敷布団にする、うん、でその敷布団の上に寝っ転がって暖房をつける。これで今暖房をつけますね。暖房30度のここね、暖房、ここの湿度、室温はどうなってくるのか、あの正確な計測はできないので、体でね、キャッチバイボディ体で感じる。まあ、下手なね、ケーキ使うより全然体感の方がね。そうだ、やけど体感にさち。おやすみ。あっ、冷てー。 あ、すごい。あ、気持ちいいわこれ。気持ちいい、すごい、やばい、もうやばい、おしこ、おしこ、漏れちゃう。知らねえよ。こん中におにぎり入れといたら半日で腐るなぐらいの。あー、腐るな。ヒーター用意する。照り焼き、ケンタッキーフライドフィッシャーズだ。ちょ、部屋除菌されんだよね。ありがてえわ。掛け布団。あすごいな。場所チェンジ。あっつ、やばいっしょ。なにこれ、あっつ。あ、いらっしゃいませ。バカじゃねえよ。は、俺風呂入ってきたんだけど。なに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 、生塗り。あ、なんだ、あ、この下はまだいいんだけど、足上げてみ、上空の圧と半端じゃねえ。じゃあおしぼり効果あんだよこれ。そうだよ、すごいある。うん、体験レポート、上空の方足上げるとめっちゃ熱いんだけど、このおしぼりがあることによってここの下は涼しい。考察だね、考察。うん、あったかい空気上行くからね。そうそう、やばいねこれ。やばいやばいやばい、炙られてる感じ。誰がケバブなの。そう、あのケバブの肉みたいな。だって室内にかげろう出てるもん。かげろう、ゆら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 、もわもわ、うん、ここ道路じゃないよね。かげろう出てる、やば、シルク道路。シルク、誰がシルク道路。途中から、途中からおしぼりを使わなかった結果、もっと近い。途中からおしぼりを使わなかった結果がこれ。お前ペタペタ。正面すごい、もうこの辺りもう水滴ついてる、見えるし。顎からバレそう。結果、おしぼり100枚で湿度が上がった。で、意外とこいつ自体が背中にあるから、まあまあそこそこ涼しい。活躍することが分かったぞ。そりゃおじさんもこうやってやるわな。せーの、アデュー。あっつ、肌出ろんだよ。外涼しい。あ、やばいやばいやばい。俺ら外で暑い暑いって言ってた地球は何だったんだ。ね、外超涼しい。ベランダに3人で上半身裸って、まあ、どこ変態だよ。こもやめろ、やめろ。この外がこんな涼しいとは思わなかったな。よくギャルの言うセリフ、うん、は暑い、意味わかんな。そう、それね、意味わかんないね。意味なくね、別に。意味ないからね。戻ろう、地獄に。あたたたたたたたつ。おすすめ動画はこちら。スマホ、タブレットの方は下記の URL から。 Twitter、ブログも同じです。依頼リクエストお待ちしております。チャンネル登録、パソコンの方はこちらをクリック。スマホ、タブレットの方は下記よりお願いいたします。では、せーの、アデュー。ごめん、いやいやいや、これ最